疲れ様でした。お疲れ様でした。どういうこと？手を離したの。なんとここでスイッチが稼働してしまった。ぼっちゃんと走るぼっちゃん、自分で持ってくることがやっぱり多いんですか？ないとこはそうですね。なるほど。これはもう桜子専用の尺台ということですか？うん、ここ掘ったのうちの母。そのじゃあ尺台、マイ尺台、なんかここがこだわりポイントとか、ここが見てほしいポイントみたいなのあったら教えてください。この尺台に関しては、うちの母の彫ったここを見ていただきたいけど、普段は青森ヒバの尺台とか使ってるからいい香りすると思う。これは杉かな。杉、でもそういうこう手持ちのいろんな人の尺台見てますけど、かなりちゃんとしてる方の尺台ですよね。この作りというか、かなりもう大工さんが作ったから、これちゃんと。なるほど。でもう一個のやつは宮大工さんが作ってる。あ、2つあるんですね。うん、3台あって1台は向かうに置きっぱなしにしてる。あ、行く機会多いから。うん、なんか姉さんがその尺台とか針扇とか道具を使う上でなんかこだわれてるポイントとか。使いやすいかどうかじゃない。使いやすいかどうか。針扇とかも自分で作るんですもんね。針扇はもう大きさも長さもみんな違うので、うん、ああ、なるほど。ありがとうございます。こだわりのある桜子姉さんでございました。本当か。姉さん、普段の生活の中で毎日これだけは欠かさないみたいな、なんかありますか？そのルーティーンというか、必ず毎日桜子がやることみたいな。青汁を飲む。青汁。それいつ頃から続けてるんですか？何年？2年？3年？うん。トマトジュース。それきっかけというか、なんか始めたきっかけみたいなのあるんですか？不足しがちな野菜を補うために前座の修行中に粉の青汁をトマトジュースと混ぜて。それやっぱ飲むことによって効果は実感してるんですか？わかんないけど、とりあえず栄養とってる気にはなる。あとは毎日朝お風呂に入る。朝シャワー浴びる。ありがとうございます。もうみんな愛してる。やっぱりお客様あっての桜子改めふさわ弁っていうのもありますもんね。そうですね。皆様のおかげでございます。ありがとうございます。まあ、もちろんね、一緒にやってるメンバーとアリートナインのメンバーもそうだけど、あと激凛ね。激凛はもうフェイルアウトです。もうみんなありがとうございます。楽しむこと、人生を。なるほど。ありがとうございます。じゃあ今日の姉さんの講座楽しみにしてます。あれ、桜子姉さん、開演会場30分前になりましたけども、今日の意気込みをお願いします。頑張ります。関西への思いをお願いします。好き。いいと思うよ。何がいいかな。愛する？知り合いになる？何？小作ちゃん何がいいと思う？ディア。あとミニディオ君にもこれ、ね、これ日本なんですけど。これちょっと名前書くから。ちょっと。じゃあ三人。ダメよ。これにも。もう書いちゃった。もう書いちゃっていいってこと？あ。
はあれか。これ水性の。あれもう言ってる間に開くじゃん。えさん、いきなりですけど、ふるさと関西への思いをお願いします。好き今でも帰ってるんですか？帰るときは帰ります。はい、はい、まあ、でもね、もう母親しかいないけどね。でもお母さん、お母様が帰ったら喜ばれるんじゃないですか？喜んでくれてると思いたいけどね。でも片道やっぱ4時間ぐらいかかりますもんね。あ、でもなんか東京大阪間でわりかし行きやすくなってるからありがたいけどね。なんか2つ目に上がって、お母さんにこうおもてなしとかプレゼントみたいなしたりしないですか？ご飯をご馳走してあげたりとか。ご馳走できるほど出世してないからあれなんだけど小作ちゃんした？いや、なかなかできないですね。なんかこれをしてあげたいみたいないですか？してあげたいと思ってるんだけど、はい、母親が会を主催してくれたりして、してもらってばっかりです。ありがとうございます。じゃあどっちかって今のところお世話になる方の側っていうことですね。そう、なるほど、わかりました。ありがとうございます。なんか見たいけど時間ないなって時ある。なんか気分じゃないってあるじゃんね。でも見ちゃう映画は好き。先生、今一講座終わってどういう気分ですか？今今日一講座っていうか今日3席やってるから一日終わってどうですか？働いた後は仲間と何かするのは楽しいと思います。やっぱりその昼の仕事と夜の仕事、掛け持ちとか、特に講談とか定席があったりとか、結構スケジュールは大変ですか今は？ない時はないんだけど、重なる時は重なるよね。でもそれは小作ちゃんも一緒でしょ？そうですね、みんな多分ね、若手はそういう感じですね。同じ日にばっかり重なる時あるよね。じゃあ今日来てくれたお客様に一言、じゃあ最後よろしくお願いします。いや、お客様のおかげで大変にいい気持ちで帰れます。ありがとうございました。また来てください。ありがとうございます。